えー、星野さん私は毎日声を聞いて学校に行ってます。ただ一つ悩みが、私も恋ダンスを踊ってみたいなって思うんですけど、えー、一人で踊るのは寂しく感じ、友達を誘うのはちょっと恥ずかしいです、えー。ダンスもしたことないので余計誘いにくいです。どうしたらいいでしょうどうし,たらどうしたらいいんでしょうね。あのー、一人で練習するのがまずいいんじゃないかな。なんか、で、17歳。だから、えっと、学校でね、きっと、 見てる人いるかもしれないから、なんかやりたいなって思ってる人いるかもしれないんで、まず一人練習して、その、それと同時に、なんかちょっと逃げ恥の話をこうね、してみたりとかして、こう引っかかる人がいたら一緒にやればいいんじゃないかな。ダンスって楽しいよね。もうどんどんやってほしいですよ。あのー、なんかね、多分そのダンス、 まあダンスしたことないんです、遊びにくいとかって今書いてあるのか、えー、書いてあるけれども。ダンスってあのね、すごい難しいのが、その日本人ってさそのなんてうの、ダンスの文化じゃあんまないっていうか、でも、なんだろう、もともと 踊るのが多分好きな民族だとは思うんですよ例えば雨乞いとかさあと豊作の願いのダンスとかも各地に残ってるのでみんな生きるためにですすねダンスっってていううのをや,るやってたんんだと思うんで,すで、えー、その中であんまりそういう風習がなくなってきた中でそれでもやっぱりディスコがブームだった時はみんな踊ってたしでそういう場所が今、まあ、ほとんどなくてでその中で何するかって言ったらやっぱり。 なんかそういう流行ってたりやってみたいなって思う子なんかダンスがあったらそれを学校のみんなでやるとかさなか友達とやるとかなんか今あとみんなのそのなんていうの場所っていうのが多分どんどん,どんなくなってきててそのあそうだこれもちょっとこれも読み読みたいんだよえー、うさぎのみみこさん神奈川県17歳女子高生 えー、仲のいい友人4人で恋ダンスの振り付けを練習して完コピしました。お、すごいね。えー、みんなで、えー、恋ダンスの動画を撮影。えー、その動画を YouTube にアップしたんですが、クラスの男子から、えー、素人が動画上げるなんて恥ずかしくないのとからかわれてしまいました、えー。楽しくて動画をアップしただけなのですが、えー、ちょっとショックを受けてしまいましたと。ゲ、え、ン、ー、さんどう思いますかと,いと。いや、全然、全然上げないよ。なんか、 なんて言えばいいんだろう昔だったら例えばさ SNS とかさ携帯電話もない時代はさ例えば友達とかと夜大体毎回ここに集まるんだみたいな場所があってさそこで行ってあん,などあんな話したりこんな話したりとかしてでちょっとそこで例えばこういう踊りやってわ笑い合って楽しいみたいな。 でそういう場所みたいなのが今は多分 SNS の中にあるんじゃないかなとはちょっと思っててそういう距離感がまあ近いんだと思うんですよねみんなが集まる場所っていうかでみんなで報告し合う場所っていうのが、まあ、例えば YouTube だったりもするだろうし SNS 上に動画を上げたりする全然それ恥ずかしいことじゃないと思うんですよねでなんかであとダンス俺大好きなんで そのダンスすする人増えて欲しいんですよねだからあのそういうちょっとしたきっかけでもあのやりたいって思って何かやる場所があってでや,やる場所なん,かなんかやったら見てほしいじゃんで音楽でも何でもそうだけどそのや一番成長するのって人に見てもらうことだと思うんでであのやっぱり見てもらって、まあ、どんな方法にせよ。 それでアーダーコーダー言われて。アーダーコーダ言われる内容に関してはさ、それはもう何言われてもしょうがないと思うんだけど。だから動画を上げるってこと自体はもう全然どんどんやればいい,い,いと思うな。まあもちろん自分のね、顔が出ちゃうんでその、そこら辺の危機管理能力はもうお任せしますけれども。えー、まあ本当だから歌と一緒で、まだあんまりダンスってものが、あの、身近じゃないかもしれないけど、こういう、まあ、授業の一つにもなったし、ダンスってものが、これからどんどん 普通になっていくと思うんですよねだから全然気にせず、えー、楽しくやっていただければと思いますで、えー、右端のねそのエンディングの「声ダンス」見て私もやりたいと俺もやりたいって思ったその気持ちがすごく一番大事だと思うんでだか,だからそこがそれであやりたいって思って、えー、それで例えば動画上げてなんか良かったねって言われたのが気持ちよくてダンサーになる人だって絶いるかもしれないわけじゃないなんかそういうだからこうどん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 やってほしいと思いますよ あのそのなんかやりたいとかさ自分の中に生まれた思いっていうのが一番大事だと思うんで。